したので説明会を開始させていただきます。あの冒頭にご挨拶申し上げます。えと私経済産業省産業技術環境局の環境経済室というところにおります佐藤光介と申します。あの本日ですね先日公表いたしました GX3 基本構想と。 いうものと、あとはそれと合わせてですね、基本構想に賛同する企業、賛同企業の募集というものを合わせて開始をしておりまして、まあ、そういった賛同そのものであったりとか、もしくはこういった募集というプロセス自体について、本日お時間をいただいて、ご説明をさせていただければと思っております。で、本、説明に関しては、今回、Teams のライブイベントという形で実施をしておりまして、 チャットの欄にですね、えー、と皆様何かご質問であったりとか、もしくは途中聞き取れない部分とかも含めてですね、何かあればですね、そのチャット欄をご発言いただければというふうに思います。大変恐縮ですが、何か皆様にですね、ご発言をいただいたりとかっていうことは、コミュニケーションの形としてはできないものになってますので、何かあれば、チャット欄のところで、Q&A の、えーと Q 部分にですね、あのコメントいただければ、あの私の方で適宜それを参照しながらですね、あのご回答をさせていただきたいというふうには思います。あの説明の途中であってもあのご質問を入力いただいて構いません。あの最後に何か Q&A タイムというものがあってそこでチャット入力いただくというよりは、あの説明会の途中のところでですね、適宜あの説明の中に不足する部分だったりとかわからない部分があれば。 入力いただければ幸いです。あの、最後にまとめて回答する場合もあると思いますし、途中でそのご質問を拾いながら、あの、補足をさせていただくという形もあるかと思います。あの、それではですね、えっと、よろしくお願いいたします。<coughs> あ、今、えっとですね、ちょっとサンプルまでですが、今ちょうどあの、 えっと、格付け投資情報センターの小林様から、あの、コメントいただきました。あの、こういった形で、えっ、ー、と、皆様に見えるように、えっ、ー、と、コメントがいただけるのかと思います。あの、こちら、あの、さあの非常に助かりました。あの、すごくテスト的ない意味でも。はい。それではですね、えっ、ー、と、ご説明に移らさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、資料ですね、えっ、ー、と、私の多分、えっ、ー、と、顔が映っている横に、えっ、ー、と、グリーントランスフォーメーションリーグの概要というところ、前名前の、あの、資料が <laughs>、 映っていると思います。あのこちらをですね、使いながらご説明をさせていただければという,ふうに思いますでと。まず冒頭に本日の説明の流れとしましては、冒頭にすごく簡易的にそのこのこグリーントランスフォーメーションリーグ、GX リーグというものの趣旨と、えっと、続きまして、 それに対しての賛同企業の募集というこのプロセスについてご説明させていただき、その後にですね、少しこの GX リーグという構想自体の公表に立った背景と、あとはその将来に向けての,あの意味付け、で加えて GX リーグ構想というものが目指す世界像であったりとか、詳細の部分を追ってご説明をしていくと、こういったあの順番でえあの本日の説明を進めさせていただければと思います。 でえっと、まず冒頭ですが、えっと、グリーントランストンリーグの概要というところで、あのこの GX リーグ自体がどういった趣旨のものであるかというところを改めてご説明をさせていただきたいと思います。でこの趣旨自体は、あの今回この GX リーグというところは、えー、まさに書いてあります通り、2050年のカーボンニュートラル実現というま国としての高い目標がありまして、これを目指して、先期的な挑戦を行う個別の個社の企業を あ,のある種、応援するための取り組み、イニシアチブとして GX リーグを立ち上げたいというふうに思っています。でこの GX リーグの中では、具体的な取り組みとしては3つほど掲げていまして、先駆的な取り組みを行う、そのための挑戦を行う5社が集まって、2050年のカーボンニュートラルという国にとっての目標。 またそこを目指す中での、まあ、経済社会システムというものがどういった形になっているか、まあ、特に生活者の視点であの未来像を示すためのまあ議論を行う、これが丸一の取り組み。または、そういった未来像を踏まえてですね、 じゃあそこに移行するためには、どういった新しい財サービスというところを、まあ、企業が生活者に対して提供して,いくべき提供していくことができるのか、またはそのために新しい市場を作る、まあ、新しい市場を作るためのルールメイキングをする、まあ、こういったところをするための、まあ、ルールメイキングの議論の場というのが2つ目で。3つ目はまさしく先駆的な取り組みを行う企業という観点から、あの自分で価格が高い目標に対しては、 しっかりその削減に向けた努力とその取り組みの公表を行っていただく、加えてそのうちの一部については、その目標のコミットのために、ですねあのカーボンクレジット市場というような市場も活用した自主的な質量の取引というところも行っていただく、あのこれがまあ大枠としての GX リビューの概要です。あのお手、それぞれ詳細も含めて、趣旨もあのご説明をさせていただければと思います。 で、本日この2月1日にです、ね、こういった内容も含めた GX リーグというところの全体の趣旨だったりとか構想について基本構想という形で公表をいたしました。で、この基本構想をもとにこれらの GX リーグというところをまだこれは基本構想というところで青写真の段階ですのでこれを今後どういうふうに本格的に稼働させていくのか。まあこれはあの イニシアチブ、取り組みとしてのある種の内部の規律だったりとか、もしくはこれ記載しているような個別の取り組みのそれぞれの進め方というところも含めて、この次の4月から、これらの本格化を向けた議論を解消していきたいと思っています。なので、この構想に書かれている内容は、何か大枠、あくまで大枠の方向性であって、ものすごく確定した政策の方向性を指し示しているというよりは、まさにこういった方向性の中で議論を進めていくと。 あのそういいっったままさにに基本的なな構造になっていますでこの議論にあたってはまさしくこういった大きな方向性にあのご賛同いただく企業の皆様にこの本格株に向けた議論にご参画いただくもしくはそこに向けた実証の取り組みも実施をしていきたいというふうに思っておりますのでこの中で取り組みを実施いただく。 ような形を想定をしてまして、まさしくこういった賛同いただく企業の募集というところも、この2月1日から始めているというところでございます。で先にちょっと手続き的な観点のご説明をすると、えっと、この参道構想、基本構想賛同企業の募集というのは、あの2月1日から3月31日まで、この2ヶ月間を対象としています。でまさにこの賛同企業の対象というのは、あの現段階では、 まだこのク x リーグ自体の構想にご賛同いただくということで、かつ日本で事業活動を行っていただいている部分があれば、あの何か制限があったりとか、あのあのいわゆる企業の規模だったりとか、あの資本関係とかっていうところで、あの業種規模は問わないということになっています。このク x リーグの全体的な方針に賛同して、これらの本格化を向けた、 議論にご協力いただける、またそれに向けたアイデアを提供いただけるような事業者様というところを募集をしているという段階でございます。で、募集方法は経済産業省のホームページ、皆さん、この説明会あの、ご参加いただいているということは、j e x l リーグの賛同を募集しているページというところの URL はご存知なのかと思いますが、そこに賛同フォームという形で、 えすみません、エクセルのフォーマットをあの入れていまして、あのそちらに企業名含めてです、ね、賛同するという趣旨の、まあ、はいといえの選択がありますので、それに賛同というところにしていただいて、その他基本的な、まあ、ある種の調査票のような内容をです、ね、記入いただいて、指定のアドレスにご送付いただくというところが、この賛同の応募方法になっております。でこのの賛賛同同自体はでで、まあ、あでも賛同ですので 何か経産省としての審査が入るとか、事務局としての何かチェック等が入るということは想定をしていません。あのいわゆるフォーム自体の不備というところであったりとかということはあのあの、ご指摘をさせていただく可能性もあると思いますが、あの基本的には賛同を皆様からフォームにのっとって提出いただき、それを受け付けるという形になります。<laughs> でまあ、本日、これ、第1回の説明会になってますが、2月18日までに説明会をあと2回ほどあの準備をしておりますし、また、今日のご説明の中でですね、踏まえて、また例えば新しいご質問だったりとか、わからないこと等があればですね、その募集をしているウェブサイト上に、事務局の,あのメールアドレスだったりとか、電話番号もついておりますので、 まあすいません、ちょっとあのこういった状況でして、なかなか我々も必ずしも職場でですね、電話を取れるというところも、なかなか人員もいないものですから、可能であればメールの方がありがたいですが、もちろんご質問等あれば、個別にいただければ、そちらもまた丁寧に対応させていただきます。あの以上が GXLU というそのもの自体と、 あはこは賛同の募集というところの事務的な部分のご説明でした。で続いて、ですね、このェッ x ス i グと取り組み自体の、まあ、嵐の背景の部分についてご説明したいと思います。でえっと、今、ですね、映しているスライドは、えっと、昨年のですね、2月から、えー、始開始をしているあの経済産業省で議論してきた、世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会。 少々長い研究会になってますが、あのここでですね、成長に資するカーボンプライシングということで、えー、経済の成長を実現しつつ、まあ、企業の、もしくは生活者の行動変容をするための、まあ、経済的メカニズムとしてのまあカーボンプライシングという手法には、どういったやり方があるのかというところをあの議論していた研究会が、あの昨年の8月にですね、 週間整理とといいう形で、議論の取りままめをしていますで。その際に示していた図がこの図なんですけれども、<laughs> 真ん中の産業部門というところでして、えっと、企業あの、いわゆる産業活動の中で出てくるようなあ二酸化炭素、もしくは温室効果ガス、これを削減するための取り組みとして、既存の取り組みとしては、業界単位の取り組みというところがあるということが、この真ん中の図の上側に書いてあります。 これはあのいわゆる業界団体での、まあ、ここで書いてあるのは、いわゆる経団連さんでの, <laughs> あのボトムアップの取り組み、カーボンニュートラルコート企画とか、少し前で言えば低炭社会実行計画とあったと思いますが、まあ、こういった業界単位で高い目標を掲げて、そこに向けて取り組んでいただいて、その進捗状況を、まあ、国とあの産業界とがあの共に <laughs> 取り組んでいくということあの、こういった仕組みが既存であるわけでして、これ自体は非常に あのこれまでも実績としてもあの削減に寄与する部分が多かったと思っていますし、これからも必要な取り組みだというところが前提だと思いますが、ただ一方、この2050年カーボンニュータルという中で、必ずしもあの国の規制というところだけが、企業にとっての脱炭素に向けたあのインセンティブにはなっていない、マルチステークホルダーと言われる中で、当然サプライチェーンであったりとか、重要化であったりとか、もしくは金融機関であったりとか、 もしくは地域等のステークホルダーから、そういった様々な要請の中で、カーボンニュートに向けた取り組みを進めていくと。こういう中においては、こういった個別、業界の取り組みをですね、超えるような、より高い取り組みを進めているような個社というものが、日本の中でも多く出てきたんだろうと思っています。我々としては、まさにこういった高い取り組みを行う個社が、しっかりその自らが行う取り組み自体を、外部に見える化をしつつですね、 ある種、そういった企業に求められる行動も含めたあの個別の個社の集まり、イニシアチブと取り組みといったものをあの形作りたいというところをこの中間整理で打ち出していて、それはあのこの中間整理、8月出した時点ではカーボンニュートラルトップリーグと、まあ、この資料の通り言っていたりしたんですが、まあ、それはあの名前をです、ね、昨年12月の研究会の中で変更して GX リーグと。 いう,ふうに今回基本構想を出させていただいてるわけですが、根本の,の思想はあのこのとと変わっていません。まさしく、これまでの業界団体での取り組みを超えるようなあの取り組みを行っているような個別の個社がしっかり <laughs> その取り組みを外部に対しても示しつつ、しっかりコミットを取った削減活動を進めていく、加えて新しい市場の創造を進めていく場というのが、この GX 理由だというふうに思っています。 ですいません、ちょっと前の図に戻っちゃいましたが。でもう一つ、これも基本構想の中にも書いてある図ですが、あのこの GX リグのもう一つの前提としては、あの将来の取引のの姿についての,あの準備の機能というところがあると思っています。<laughs> あ、すいません。ちょっと1点途中で差し迫る恐縮ですが、えっと別途ですね。今、ご質問のあのチャットを頂い,いている方いらっしゃると思いますが、大変恐縮ですが、あのお名前、あのじあの所属費用ま、もしくは所属団体のお名前とあのご質問者様のお名前をですね。のご記載いただければ大変ありがたいと思っています。よろしくお願いします。すいません、ちょっと戻ります。あのこの将来のですね量を調整する仕組みへの。 準備の機能としての GX リーグという側面があると思っています。我々としては、あのカーボンニュートラルという2050年の高い目標、これに向けて取り組みを進めていく過程においては、当然、どこかのタイミングで、その移行のための、まあ、代替手段、代替の技術というところが、まあ、既存の技術に変わって、まあ、開発されると。まあ、そうであれば、そういった手段が出てきた段階で、ある種そういった取り組みを先行して導入している企業と、まあ、そうでない企業と。 いうところで、まあ、取り組み強度に差が出てくるこういった不公平を是正するためには、まあ、何らかの形で排出量を調整するような仕組みが重要なんだ必要になるんだろうと思っていますで。またこれはカーボンニュートラルという概念が達成された状況これは2050年以降に、まあ、しっかり目標が達成できたという状況でもあのそれで終わりということではなくてカーボンニュートラルというのはあくまで人為的な排出量と 人為的な吸収量というところが均衡している、イコールになっている状況であるとすれば、ある種、カーボンニターが達成されたとしても、異なる主体間での量の取引というところは、成立をしているということが前提だろうと思っています。で、今回 GX リーグの取り組みの中の一つとして、自主的な目標ベースとした、自主的な排出量の取引というところが、枠組みの中に含まれているわけではございますが、 これはある種、そういった将来にありうる排出量を調節するような仕組みというところに向けた、ある種の準備として位置づけをしたいというふうに思っています。下側の図にもありますが、2050年、将来の段階で,調整できあの想定できるような、当然、カーボン運転に向けて、ある種の排出枠が設定されてとか、もしくはその段階でその人為的な吸収、人為的な除去。 というものに対して価値が得られるようなクレジット、これらがある種流通をする、それを通じて企業の排出量というところが調整される世界があったとして、当然そこまでにはさまざまなポリシーミックスが必要で、補助金であったりとか、税であったりとか、排出取引規制と真ん中にいろいろ書かさせていただいてますが、こういったものがあるという前提ではありつつも、この中の特に取引の部分については、 今回のこの GX リーグにおける自,己自主的な目標値のおける自主的な取引の仕組みというところは、あの準備として維持づけたいと。このんで、この GX リーグというのは、何かあの単発の取り組みではなく、まあ、こういった流れの中にある取り組みであるというところが、まあ、一応我々としては維持づけをしたいというところでございます。あの以上があの昨年からの議論の,あの背景と、 あのこの GX リーグの目指す部分と、目指す部分というか、未来の準備行為としての位置づけでございました。で改めて、えー、とこの GX リーグというところの,あの詳細の説明を、まあ、以降、移らさせていただきます。<laughs> でまず一つ目、ね、あのこの GX リーグというところのある種コンセプチュアルな部分をあの図示しているのが、このスライドでございまして、この GX リーグという取り組み、えー、先ほど申し上げているとおり、えー、個別の あのこれまでの業界団体の取り組みを超えるような高い目標を掲げる公社が集まった取り組みというところを通じて、まあ、どういった世界観を目指していきたいのかというのがこの4番です。少々コンセプチュアルな図になっています。えっと、何を目指しているかというところでいうと、まさしく GX リーグを通じては、まあ、経済社会システム全体の変革、グリーントランスフォーメーションというところをあの目指したいと思っています。 でこのためには企業が何かその自分たちにですね新しい行動を移してとかもしくは新しいチャレンジを実施して行動が変容して意識が変わってということだけではあのこういった部分あの経済社会システム全体の変革には至らないんだろうと思っていますこういった企業の取り組みを通じて新しく提供される価値であるとかもしくは新たになる市場といったものが 生活者、需要家、ある種、我々消費者としての我々でもあるあ、こういった生活者に対して、新しい価値、新しいあの価値観を提供して、生活者の意識、行動変容が変わっていく。 そして、それらからある種正しい対価を企業が得るという、まあ、この循環構造というものが成立をしないと、まあ、ある種企業だけの取り組みでは、経済社会システム全体の変革は生まれないんだろうと思っています。で当然、こういった循環構造の中には、政府としての役割もあれば、またいわゆる研究機関だったりとか、地域社会だったりとか、まあ、そういったさまざまなプレイヤーの役割があるんだろうと思っています。 この GX リーグ、現段階では賛同企業の募集というところで、まさに性高い目標を抱えて取り組んでいくという、まあそういうある種思想に賛同いただける企業をまずは募集をしているわけですが、この取り組み全体としては、まさに企業が、その企業だけでなくですね、外部のプレイヤーと連携をしながら、どういった形で生活者も含む経済社会システム全体を よりグリーンな形に、まさにグリーントランスフォーメーションというところで変革していけるのかというところを目指す取り組みであるというのが、あのこの図の部分でございます。ここはすみません、ある種コンセプチュールな部分コンセプトの部分のご説明になっています。すみません、ちょっとさっきからページが戻ってしまうんですが。で、えっと、この5ページが、じゃあこういった取り組みを進めていくにあたって、 この GX リーグというところに参画をいただくような企業、これはすみませんあくまでも賛同とは別で、実際に本格稼働した際の参画企業というところには、例えばどういった企業がどういった取り組みを行うことが、ある種望ましいか求められるかといったところを示した図になっています。ここのののの部分がですねすみませんある種の何だか参画のための要件と いうような、すごくニュアンスが出てしまっている部分があるかと思いますが、むしろこれは、ですねある種、こういう高い目標を掲げて、グリーントランスラーションに向かって取り組む企業というものがある種、実施をしていることが望ましいだろう事故、まあ、先ほどから少しイニシアチブなどと言っていますが、ある種、こういったことを宣言いただくということが重要なことなのかなと思っています。 今回、我々はこの g x l i ルに参画する企業に求められる取り組みとして、1、自らの排出削減の取り組み、2、サプライチェーン全体での取り組み、3つ目がさらにそれを超えるような市場に影響を及ぼすような取り組みというところを3つ整理をして、かつそれぞれに3つずつ、合計9個の求められる取り組みとして整理をしていますが、まさにこういった取り組みを実施をする。 実施をすることにコミットいただけるような事業者というところが、この全体の GX リーグという取り組みに、どうも参画、まあいあの、いただいてる方には当然やっていただきたいものというような位置づけだとご理解ください。<laughs> で、ちょっとこれまた内容をご説明しますが、いずれにせよ、ここに書いてある内容というのは、その現段階での賛同の募集といったところで、えー、細かく個別の企業を確認するというよりは、 こういったある種行動要件みたいなところを整理をして、この j ク x リー g という取り組み、イニシアチブを始めたいという、ある種現段階での構想ですので、そこの賛同というところの基準であるというわけではないという部分は、改めてご理解いただければと思います。で、実際にこの j ク x リー g が始まった際には、むしろある種こういった求められる取り組みというところを前提に、改めてこの取り組みへの参画をご判断いただくと。 こういったような形かなと思っています。でここで挙げてる3つのところをそれぞれご説明しますが、1つ目は、まず自らの排出量削減の取り組みというところでございまして、まずしっかり自らのらの自分でコントロールできる部分の排出量の削減をしっかり取り組んでもらうという部分です。 1>, 1に書いてますが、2050年カーボントューにまずはご賛同いただいて、これと成功的と考えるような2030年、もしくはそれに類する段階での削減目標を掲げていただき、そこに向けた、達成に向けたトランジションの戦略を描いていただく。まずはこの1で言っているような目標範囲というのは、あの米印にも書いてますが、いわゆる自分たちの直接の排出と、あとは関節エネルギーを介したような関節排出といったものが対象。 で、これはその2030年というところで目標をもしくはそれに類する近くで目標を確認いただくわけですが、そこの間の観点、今からその2030年の間の観点での中間地点というところも目標設定をいただくんだと思っています。で二つ目は、そういっったた。戦略を作った 上で、そこに向けた取り組み、進捗、これは具体的な取り組みもそうだと思いますし、あとはある,ある種のその目標に向けた排出量の削減という部分の過程も含めて、その取り組みは毎年公表していただくし、そこの実現に向けた努力コミットメントをあの、取り組みをしていただくと。でこの部分があの冒頭でありました、自主的な取引というところにもつながる部分ですが、ここで自ら設定した削減目標というものに達しない場合には、 あの、ここはちょっと取引というところを、まあ実施をするため、範囲を区切ってるんですが、直接排出の国内分に関しては、J クレジットとの外部のカーボンクレジットや、もしくはこの企業間でですね、自ら定めた目標値との差分を、ある種、排出枠取引のような形で、自主的に超過削減分として取引をするといったシステムを含めた、 達成というところを求めていく、これは直接最初のクライムに関してというのが、一の2つ目の、1の求められる取り組み。で、3つ目は、この色が変わっている部分は、すべての参画企業に求められるというよりは、その中でもより上位の企業に求められる取り組みということで、任意として整理をしていますが、その目標水準自体をですねより高く引き上げていただく。 我が国が、例えば NDC では2030年46%という野心的な目標を掲げているわけですが、これよりも例えば高いレベルで直接関節についてコミットいただくと。これはすみません、ある種、現時点の目安なので、ここでいう細かい46%っていう数字が確定しているわけではもちろんないんですが、より高くこの目標を引き上げていくというところは、より上位の取り組みとして評価ができるのかなと思っています。 2つ目がサプライチェーンでの炭素中立に向けた取り組み。1あります通り、自分たちの排出だけじゃなくて、そのある種、サプライチェーンで財サービスを生み出す過程においては、その自分たちの上流の事業者に対しては、当然、炭素削減活動等を要求するという側面はあ,るかあろうかと思いますが、それだけではなくて、自ら能動的にそういった企業の排出量削減のための取り組みの支援も行っていただく。これが丸一 丸にはむしろ今度は下流に対して、自分たちが在サービスを提供する際には、それが需要化・生活者なのかもしれないし、もしくは他の 2B の企業かもしれませんが、例えば自らの製品・サービスにカーボンフットプリントを表示するとか、もしくはその他の情報を付加する、もしくはよりグリーンな商品を提供する、こういった形で、能動的な付加価値の提供だったりとか、意識の醸成を下流にも行っていただく。 で丸さん、より上位の取り組みとしては、<laughs> そのサプライチェーンの排出についても、しっかりある種の数値も含めた目標を掲げて、そこに向けたトランジション戦略の策定をいただくというのが、2つ目のサプライチェーン全体での取り組みだと思っています。さらに3つ目、市場を超えた取り組みとあの、ごめんなさい、市場での取り組みというところでは、あの市場を介してですね、 グリーン製品とかのある種の購入だったりとかということを通じた市場のグリーン化というところで書いてますが、1つ目は外部のサプライチェーンだけでない、例えば生活者、教育機関、NGO、もしくは地域社会、こういった市民と気候変動の取り組みに対しての対話を行っていただき、それらの気づきを経営に活かす、こういった訂正的な部分も評価できると思いますし、丸には、今度は自らが イノベーションの創始者となる、もしくはイノベーションの創始に取り組むようなプレイヤー、例えばベンチャー企業だったりとかと共同して新しいグリーン製品、グリーンサービスを通じた削減貢献というものを行っていただく、もしくは例えばカーボンクレジット等を活用したようなオフセット製品というところを市場に投入するというのも、まあ、一つのグリーン市場の拡大の政策の一つだと思います。こういったところは丸2として評価できるんじゃないか。さらにそれを超えた上位の取り組みとしては、 むしろ自らがそういったグリーン商品の調達側、購入側になる、こういった脱炭素についての付加価値が付加された商品については、ある種自らが積極的に需要を創出をして、消費市場のグリーン化を図っていくと、これもまた一つの重要な取り組みだと思っています。こういった形で 3×3 の9つの取り組みを示しています。でこれ自体も当然、現段階で確定をしているというよりは、 じゃあどういった取り組みというところがある種、先進的な企業であると、日本において先進的な取り組みを行って、脱グリーントランスフォーメーションに向けたルールメイキング、議論であったりとか、取り組みも行っている企業として、満たしているべき、当然満たしているべき項目なのかというところも、ある種、来年度の非常に重要な議論のポイントだろうと思っています。この6ページの図、これ、基本構想に丸る図ですが、これは今申し上げた、 企業にに求められる取り組み自体をイメージしたものになっています。あの先ほどのコンセプチュアルな図と少しかぶってしまう部分があるかと思いますが、こちら、取り組みベースでですね、グリーントランスフォーメーションに取り組む企業というのが自らの範囲でまず実施すること、サプライチェーンの範囲で広く実施をすること、でさらに、その市場より広い社会を含めて実施する取り組みと、こういった3層構造を表している概念図になっています。 で、じゃあ、この GX リーグの中で、先ほど申し上げたような世界観で、先ほど申し上げたような取り組みを行っている個者が、じゃあ、具体的に何を取り組むかというところを示しているのが、この7ページの図でございます。これ、冒頭にもあの申し上げた部分と繰り返しになる部分ありますが、あの改めてご説明すると、具体的には3つの取り組みに取り組みたいと思っています。一つ目は、参加企業というところが、そのまあ高い取り組みを行う参加企業が、ワーキンググループとを形成してですね、 じゃあ例えば生活者に対してどういったサステナブルな未来像を示せるのか、そこに向けた経済社会システムの移行像を示せるのか、もしくはその中における各産業企業の役割はどうなのかといった未来像を議論する、もしくはそこに向けた取り組みとして今、足元でどういった行いをすべきなのか、これは先ほどのある種求められる取り組みのかぶる議論にも反映させる部分があると思いますが、そういった自分たちの未来像を議論をすれば。 で、丸二は、そういった未来像を踏まえて、じゃそこに向けた新しい市場の設計、どういった商品、新しい財産サービスをどのように設計するのかというところを議論するのが丸二だと思っています。 これは少し具体例の図も入れてますがあ、ある種グリーントランスフォーメーションというところで、経済社会システムがグリーン化していくためには、当然技術の開発、新しい技術のイノベーションというところは必要だと思っていますが、それに合わせてですね、その技術の社会実質を事業化するためのルールメイキングというところも必要だと思っています。 新しい技術のイノベーションの中で、例えば、ああの細かいコードだったりとか、企業の生産活動について、ある種 IoT センサーを使った CO2 排出量の測定方法というところができたのであれば、じゃあそれをどのように個別の商品に携帯させて、CO2 フリー商品であるというような新しい価値を消費者に提供できるのか、例えばこういったルールについて議論する。この中でどういったクレジットを活用できるのか。 もしくは企業間でどういった情報が流出されるべきなのかといった取り組みをまあ議論する。または今後重要になってくるであろう自然由来のクレジットであったりとか、これについて例えば生産管理手法とか新しいデジタル技術、衛生技術を使った管理方法が、まあ、技術の側面でのイノベーションがあったとして、それに合わせてじゃあどういった形でこのクレジット創出のルールを作っていけばいいのか、まあ、高ベネフィットをもたらすような例えばブルーカーボンのような新しい取り組みについて、どういった 企業間でのの枠組みが作れるのか、まあ、こういったととこころをを我々は想定されるルールーーメメイイキングししてイメージをしてジいいます。あのこういったような形で新しい市場創造のためのルールメイキングに取り組んでいただく。で、3つ目が自ら掲げた目標をしっかり達成いただくと。まさにこの達成自体が非常に重要なわけですが、この達成できなかった場合には、クレジット市場も活用したような自主的な取引を行っていただくというのが、この丸さの取り組みです。 こちらもあの概念図を準備をしていまして、あのこちらの図です。GXL に参加をする企業というところは、まあ、自らあら高い目標を掲げるわけですが、あここは特にそのうち直接歳出のかつ国内部に限ってという取り組みになりますが、まあ、その目標に、まあ、例えばこの図であれば、企業 A はああその目標値から実際値が低かった。これはある種達成をしていると。 いうわけですが、企業 B は、その実際質が目標値より多かったとなれば、ある種、この多かった部分を、このクレジット市場から調達する、例えば J クレジットとか JCM とか、いわゆるカーボンあの、いわゆるカーボンクレジット、ベースライン型のカーボンクレジットを活用して、オフセットをするか、もしくは、ある種のこの GX リーク枠内での義務達成手段として、他社が超過削減した部分を、 まあこの部分に当てて、必ずしも排出量がオフセットされるというわけではないけれども、あの企業としての GX リーグラムのコミットメントを果たすと、まあ、これらをある種、こういった市場の取引を通じて実施をいただく、この自分が定めた目標については、オフセットだったりとか、超過削減枠の活用した達成をコミットメントいただくというのが、 この ③ の取りり組みであります最後のポツにもありますとおり、じゃあ、具体的に本格稼働した際に実施する取り組みの詳細というのが、まさにこの4月から参度企業ともに議論していきたい内容ですので、えー、基本構想賛同企業として賛同いただく場合には、個別の会社さん、あの企業さんの問題意識だったりとか、取り組みのニーズというところを踏まえて、じゃあ、具体的にどういった部分で未来像の議論をしていくか、どういったルールメイキングの議論をしていくか、またどういった形で、この自主的な取引 もしくはその前提としての自分たちの目標のコミットをしていくのかといったところがこの賛同企業間での議論のポイントになるのかと思っています。で、また、こういったある種自から非常に高い野心的な取り組みを行っていく企業というところに対してはな、まあ、何らかのインセンティブ、支援措置というところも設計をしたいと思っています。 まずベースとしては、こういった GX リーグの中での企業の取り組みというところは、ある種どういった個別の企業が取り組,み取り組んでいるのか、もしくは先ほどの求められる取り組み、一部例えばより上位の任意の取り組みがあったと思いますが、それぞれ個別の企業がどういった取り組みに対して実施をしているのかといった内容については、国としてその賛同項目とか実施項目を取りまとめたいと思っています。 これらについては、ある種、例えば金融市場とか、労働市場等が参照可能な形で、こういった情報が提供されて、まあ、間接的にインセンティブとして企業に対して提供されるというところが非常に望ましいなと思っています。また、ここで議論されるような一部のルールメイキングについては、当然国が関与できる部分があれば、あの必ずしもルールメイキングというのは、国が参加しないとなり立たないものではないというふうにの思っていますが、当然そういったところについての支援だったりとかっていうところも、 マルチトフト的にできるのかと思っています。で、加えて、個別の取り組みベースにはなりますが、特典取り組みについては、あの、一点取り組み、例えば実績ベース、実施ベースで、例えば、ある種補助金での要件、もしくは加点要素とか。 もしくはその他各種制度の中で優遇措置というところも、これはまさしく今足元では GX リーというところはないので、こういった優遇措置の設計もまだないわけですが、こういったところも将来の姿としては想定をしながら、我々もその他の政策を検討していきたいというふうに思っています。次は最後でございまして、このスケジュールですね。 え正しく今、冒頭申し上げた通り、この2月1日にこの構想と、賛同きょの募集を開始をして、3月31日まで募集期間としたいと思っています。 並行して、この設立準備事務局としての受け皿は、あの我々も作っていまして、まずはそこで賛同企業の管理だったりとか、募集の受付をしながら、この j x リーグというところを本格化に向けて、この2012年4月以降に具体的な議論を実施していくための今座組であるとか、ある種具体的な中身を今、この2月から3月でしっかり議論をして、 いるところでありますで。4月からはまさにこの賛同企業にも、もまさにこの賛同企業にどういった形で参画いただくかというところに足元にも議論しているわけですが、あー間違いなく参画をいただきながら、この j x リ i g に向けたルールメイキングの議論を進めていく。で、秋頃にはあの実証事業として、例えば先ほど申し上げたような、あ自主的な取引、一部は市場を活用したようなシミュレーションも行いたいと思っていますし、あの個別の あそこで申し上げていたような先端市場設計、ルールメイクの取り組みについてはいくつかパイロットのプロジェクトを使ってある種予算措置もつけるような形での取り組みを行いたいというふうに思っています。これらを通じて2023年の4月以降にある種こういった GX が本格稼働するというところに向けてこの1年間しっかり議論していくというのが足元でのスケジュールでございます。あの最後のページには えとこの補正予算でもです、ね、措置をしている事業、10億円の事業がありまして、これが全体のこういったスケジュールの中で活用されていくベースになるというふうにご理解いただければと思います。すみません、以上が、ね、GX リーグ構想とその募集に係る全体のご説明でございました。